行くぞ。これから解説するのはこの問題ですね。浅く水を張った大きな水槽で水面上の2点 S1、S2 を一定時間1秒ごとに同時に叩き2つの波を作る。 S1 と S2 がこことここにあって波をどんどん作っていくという形ですね。で、図の円または円弧は時刻0秒における波の山の位置を表していると。次の角問に答えよという問題ですね。まずそもそも今回ね、問題解く前に知っとかなきゃいけないのは、山と谷というのが交互に来るということですね。なので例えばこの実線が全て山を表しているのであれば、実線と実線の間、書いてないけど例えば今ギザギザで書いてるとこ、こういうところに谷があるよということが分かんなきゃいけないです。ではその知識を持って括弧の1番やってみましょう。 A は S1 から 1.5 波長、 S2 から 2.5 波長を離れた点であると。で、図の状態において A は山、谷のどちらかという問題ですね。今回の A はここにあります。例えば S1 がね、作っている波について考えてみると、まず一番ちっこい山がこれで、次にちっこい山がこれなんだけれども、 A というのは山と山に挟まれているところ、いわゆる谷に当たります。なので A にとっては S1 の波というのは谷になるし、 S2 の波もちっこい方から考えていくと、これが山、これも山、これも山なんだけれども、やっぱり A の地点っていうのは山ではなくて谷の位置にある。 S2 の波だって谷ということがわかります。なので谷と谷、めっちゃ低いとことめっちゃ低いところが合わさるので、出来上がるのは超絶低いところ、谷ができるということがわかります。続けて括弧の2番ですね。括弧の1の A の山または谷は移動するかしないかという問題です。まず0秒の時点ではね、 A には谷ができていました。こんな谷、これが S1 が作る谷と、こんな波、これが S2 が作る谷の交点である A はやっぱり谷ということでしたね。で、この後ちょっと時間が経つと、ここにいるこの S1 が作る谷というのは、これどんどん広がっていきます。広がっていくので、ほんのちょっとだけ経つと、この点真ん中よりもちょっと右寄りに、この A を通ってたところよりもちょっと進んでって広がったところに谷が出てくるんですね。 S2 が作る方の波も一緒で、0秒の時には A を通るように谷がいたんだけど、これどんどん広がるように移動していくから、ちょっと時間が経つと、この谷はちょっと左上、こんな感じに移動します。つまり S1 が作る谷と S2 が作る谷の交点がちょっと先ほどの A よりも左上に移動しているのがわかるかと思います。なので今回の括弧2番の答え、移動するかしないかと言われたら、答えは移動するとなって、これで終わりになります。最後に括弧の3番ですね。括弧2で移動すると答えた場合、 1.5 秒後の位置を図中に黒丸で記入し、その傍らに B と示せと。まあ、移動しない場合はと書いてありますが、まあ、今回移動するんでね、最初のこの1行目の文章だけ答えれば OK です。 1.5 秒後の位置を考えていってあげましょう。まず今回ですね、この A の位置にいる S1 が作る谷、この谷ですね、この谷の 1.5 秒後の位置を考えます。こいつは S1 を中心にどんどん広がっていきます。で、今回はね、問題文で1秒ごとに叩いているっていう風に書いてあるから、今回谷と谷の距離、山と山の距離はこの一目盛り分っていうのかな、この一目盛り分になるんですね。なので今回 S1 が作る A のところにある谷、こいつは 1.5 秒後だったら、こっから 1.5 メモリ分広がります。こう広がってって、まずこれで 0.5 メモリ広がりますよね。で、さらに一目盛り分広がるので、こんな風に広がっていくので、 S1 が作る方の谷というのは 1.5 秒後はこの位置にできるんですね。続けて S2 が作る A を通っている谷の 1.5 秒後考えます。こいつもやっぱりここにいるのを S2 を中心に 1.5 メモリ分広げてあげればいいので、 1.5 メモリ分なんでこんな感じですかね。こんな感じで 1.5 メモリ分広げてあげると、書いてあげるとこんな感じになります。なのでこの緑の2本の交点であるここですね、ここが B になって、今回の3番の答えになります。Now, the world is yours.